今回はですね、皆さんの好きな、ギブソン製品は何かっていう、まあ、話をね、していきたいと思います。で、僕はねギブソンの中で、まあいつも僕レスポールカスタムが一番好きなので、まあ、レスポールカスタムのこう話ばっかりするじゃないですか。でその中で今回はね、まあ、レスポール以外ギブソンの例えば SG でもいいしフライング V でもいいしエクスプローラーでもいいんですけど、皆さんこうギブソンの中で実はまあね、もっと知られてないモデルとかマイナーなモデルもいっぱいあるじゃないですか、ね、レスポールの中でも例えばなんだろうロボットとかなんかこういうのあったのみたいな感じの、まあ、モデルとかあって、でそれでなんか皆さんのこう好きなギブソン製品やっぱりこうレスポールが好きだっていう、話でもねこういいんですけど、皆さん何がこうなんだろう、まあ、例えば一番レスポール好きでその次にまあ SG とかフライング V が好きとかそういう話でもいいんですけど、あと僕ねギブソンのアンプってどうなのかなと思って、なんか最近もまた復刻で新しくねギブソンのこうアンプが出たっていう記事を見たんですけど、ギブソンのアンプ弾いたことある人いたらぜひ教えてほしいんですけど、ギブソンのアンプのこうサウンドとかどういう感じなのかなと思って、はい、僕はね、まず僕の話からするともう一番やっぱレスポールが好きで、でレスポールの中でももうねやっぱねレスポールカスタムがねもう一番好きですね。もうこれがもうなんだろう、そもそももうギターの中で一番好き、もう一番かっこいいし、うん、なんかね例えば細かい、まあ、年式のね話とかでもいいんですよ。僕で言ったらこうもういつも話してるんですけど60年代の、まあ、レスポールのネックシェイプが好きで、結構僕レスポールのスタンダードとかクラシックとかトラディショナルとかね弾くことあるんですけど、それで、まあ、スラッシュのモデルとかねまあ、こう50年代のネックシェイプじゃないですか。で50年代のねネックシェイプもねめっちゃいいなと思って弾いてみた時にね、やっぱりこう60年代とかのシェイプとはやっぱり違うんですよね。もっと太みがあって、まあいわゆるもうザ・レスポールっていう感じのネックのこう握りで、うん、中とかねこうくり抜きの加工がされてないとそのままの重量だからめちゃくちゃ重いモデルとかもあるんですけど、この子多分ね軽めなんで、うん、レスポールカスタムとかレスポールの中でも比較的まあ軽めっていうかまあね取り回しのいい重量だとは思うんですけど、本当にね中には重いモデルもあるし、うん、でなんかそうだ、僕ねマーフィーラボもね弾かしてもらったことがあって、でマーフィーラボのもうねネックシェイプとかボディのこの感じとか塗装感とかもう本当に良くてね、うん、なんだろうな、もう本当にここの例えばここのバインディングからこの指板にかけてのこのまあいわゆるこうねロックスタイルのギター弾く、僕もこうクラシックタイプのこうね開いた弾き方っていうよりかはまあ開いて弾くこともあるんですけど、それよりかはこうどっちかというと握り込んで弾くことが多いので、本当にもうね長年こう弾いてここのねエッジっていうかなんだろう、ここがもう一体化してる感じのネックなんですよね。いやすごいなと思って、あれが多分ねもう今まで弾いたこのネックの中で一番手に馴染んだなと思いました。うん、あれはね本当にすんごいいい
あの加工技術だなと思って、うん、そういう点でもね、やっぱりなんだろう、あのまあ俗に言うね、こうレスポールのこのハイポジションへのこのアクセスとかって、今だったらね、こうヒールカットされてるモデルとか、もう本当に僕のやつはもうあの98年製の、カスタムなんですけど、まあ、ベースはね68年製僕が一番好きなこうカスタムのね仕様に基づいて作られてて、でボディートップはね、メイプルでマホガニーバックでエボニー一番、ね、マホガニーネックっていう、まあエボニー以外あのなんだろう、ギブソンのスタンダードと同じ仕様、エボニー芝以外はね同じ仕様になってるような感じなんですけど、やっぱこれがね一番もう僕がこう取り回しのいい、まあ、ギターだなと思うし、サウンド面でもね、あの僕はどっちかっていうとこうめっちゃ、うん、木目命なギタリストじゃないから、あの多分こうねカスタムみたいなこうベタ塗りのギターがやっぱ僕は所有してるのが多いんですけど、でもやっぱね、あの木目の綺麗なスタンダードとかね弾くとはめっちゃいいなと思うし、うん、僕はもうほんとクラシックのトランスルーセントチェリーがね、あのギブソンのカスタムの次にあの好きなレスポールなんですよ。うん、それかな、僕がね2番目にやっぱ好きなのは、うん、あとはもうね3ピックのモデルとかカスタムみたいなねやつにこう3ピックアップついてるのもういいなって、めっちゃかっこいいから欲しいなと思うし、うん、あと結構僕ねこうレスポールでも変わり種のものが好きでね、レスポールネオンってカスタムのネオンってやつがあって、もう蛍光色もうバリバリ80年代みたいな、あれにフロイドローズついてるモデルとかあったり、あれもめっちゃ好きでね、うん、あとレッドウィドウとかブルーウィドウとかって言っても、あれはね多分確かまあリッチライトの主板なんですけど、あれもねかっこいいなと思って、ド派手でカスタムなんですけど、あとなんだろうな、うん、それかな、あと僕やっぱエクスプローラーとかも欲しいなと思うし、ファイヤーバードめっちゃ好きですね僕ね、やっぱギブソンのベース、あの僕ねこの世のベース一番かっこいいなと思って、やっぱうん、サンダーバードかな、サンダーバードが一番ね、ニッキーが使ってるサンダーバードのこうあのベースが一番この世でかっこいいなと思ってて、そう僕はこうあのレスポールとかその基本的にこうベーシックなギターがすごい好きでね、うん、ほんとね現代のギターから考えたら考えられないぐらいね、ハイポジションへのアクセスとか、うん、ね、なんだろう、考慮して作られてる形じゃないとは思うけど、やっぱ弾きやすいしね、これが僕的にはもう慣れちゃってるからね、うん、あとは本当このルックスがね最高にかっこいい、うん、ボディのデザインといい、だからやっぱ僕はもうレスポールがね大好きで、うん、あとなんだろうな、うん、SG も好きだしね、 SG のねマエストロのユニットついてるね、ビブラートユニットついトレモロついてるやつとかもね欲しいなってめっちゃ思うしね、このこれ板状になってるやつ、あれはいつかね手に入れたいな、あのカラーリングもこのちょいあの青とグリーンの間みたいなねモデルのやつとか、あのめっちゃかっこいいなと思うし、なんかそういうちょっと変わり種の
変わり種のこうね、カラーリングとか、うん、いや SG のあれは本当かっこいいなと思うしね、うん、てな感じで僕がね、まあ、好きなギブソン製品のまあ話をしたんですけど、もし皆さんが好きなギブソン製品何か他にね、まあ、レースボールの話でもいいんですけど、それ以外で何かあればぜひ教えてください。そしてあのギブソンのアンプ弾いたことある方とかいたら、どんな感じだったか教えていただけると幸いです。ありがとうございます。